ペナントレースを3位でフィニッシュし、 CS ではファーストステージで敗れた横浜 DeNA。 今季はバウアーの加入などもあり優勝との予想もあった中で、最終的には首位阪神には12ゲーム差離され、巨人との最終戦で勝ちきれずに広島に2位を譲り、チームもファンも歯がゆい思いがありました。そんな中迎えたドラフト会議ですが、横浜は来季に向けてチームの穴を埋めるためにどんな選手を指名していったのでしょうか。選手の経歴や考察を踏まえてドラフト指名選手を紹介していきます。ドラフト1位、渡来隆起、外野手、エネオス。3球団の競合の末、三浦監督が見事に渡来隆起を引き当てました。渡来は今年のアマチュアナンバーワン野手と言われる21歳の外野手です。お父さんは元ヤクルトの渡来博文氏。高校時代は名門横浜高校で1年夏からベンチ入りし、甲子園も経験しましたが、高校3年時には指名漏れの末、エネオスへと入社しました。入社後は1年目から公式戦に出場し、主にライトで出場していました。2年目には都市対抗で優勝を果たし、橋戸賞、若獅子賞、打撃賞を受賞し、存在感を爆発させます。秋の選手権でも活躍し、2年目にして社会人ベストナインに選出されました。3年目にも都市対抗に出場。社会人の3年間で評価を大きく上げました。渡来の特徴として挙げられるのが、天才的と称されるバットコントロールで、高校時代の監督である平田徹氏もその打撃を天才的と評価していました。また、社会人時代には主に外野を守っていましたが、高校時代は主にセカンドやサードを守っており、今年10月に行われた横浜との練習試合ではサードを守るなど、外野だけでなく内野も守れるユーティリティ性を見せています。横浜としては渡来が外野に加われば、外野守備の不安な佐野をファーストに回すこともできますし、ベンチスタートの場合でも今年の横浜の弱点であった代打としても期待できます。渡来が順調に成長していけば、現広島の西川龍馬のような走攻守にレベルの高い中距離打者になれるのではないでしょうか。2位、松本亮斗、投手、名城大。松本は最速153キロを誇る大型のサイドスローで、大学では主に抑えを務めていました。神戸国際大附属高校出身で、3年の夏には県大会準優勝を果たします。名城大では1年秋からリーグ戦デビューし、2年春にはリーグ最優秀選手賞を獲得するなど結果を残しています。抑えでの起用が多かったですが、先発の経験もあり、2年春の選手権では現中日の中地が所属した沖縄大との試合で完封勝利を挙げるなど、先発としての適性も見せます。投球フォームに関しては、高校1年の冬にサイドスローに転向し、その際は元ヤクルトのイムチャンヨンを参考にしたようです。球種としては最速153キロのストレートにカットボール、スライダー、スプリット、シンカーなどを投げます。横浜としては松本が加わることによりブルペン陣の強化につながることはもちろん、今オフは先発の大量放出の可能性があるので、松本が加わることによりもともと中継ぎの選手を先発に転向させることもできるのではないでしょうか。山崎康明の後釜にも起用されそうですね。タイプとしては、先ほども名前を出したイムチャンヨンのような抑え型の投手になってくれるのではないでしょうか。3位、武田陸、投手、外野手、山形中央高校。武田は投手としては最速149キロの左腕、野手としては高校通算31本を記録した二刀流の可能性も秘めた選手です。高校時代は1年春からファーストとして出場し、夏には投手としても活躍するなど、1年生の時から主力を担いました。翌年の夏には県大会準優勝、3年夏にも準優勝を果たします。そして実力が認められ U18 日本代表に選出されると、主に4番 DH で活躍し、リリーフとしても3試合で 5.1 回を無失点に抑えるなど、初優勝に大きく貢献します。
テイクバックが小さめの3クォーターの投手で、スライダー、カーブ、チェンジアップなども投げます。また野手としては174センチと小柄ながら広角に打ち分けられる技術と高校通算31本のパワーもあり、どちらをとっても今年の高校生の中で一級品です。横浜としてはどちらで育てていくのかはまだわかりませんが、本人は二刀流も挑戦していきたいとコメントしており、 DH 制のないセリーグ球団である横浜なので、先発での起用の際は打席に立てることもあり、二刀流は現実的でありとても楽しみです。投手としてはオリックスの宮城大弥、野手としてはレッドソックスの吉田正尚のようなタイプだと思います。4位、石上大輝、内野手、東洋大。石上は172センチと小柄ながら遠投120メートル、50メートル5秒9を記録する強肩ショートです。徳島商業高校出身で、東洋大では1年の秋からベンチ入りを果たします。2年の秋にセカンドとしてレギュラー、3年春からはショートで出場をしています。またその年に行われた東都リーグの入れ替え戦では、巨人のドラフト1位である中央大の西舘から満塁本塁打を放っています。持ち味はやはり遠投120メートルの強肩を生かした守備であり、大学日本代表候補にも選ばれています。横浜の今年のショートのスタメン起用を見ると、京田62試合、大和47試合、林21試合、柴田6試合、森4試合、茅野3試合とショートが固定できていません。柱となる選手が欲しい中での指名だったのではと思います。タイプ的には巨人門脇誠タイプなのではと思います。5位、石田雄太郎、投手、中央大。石田は最速149キロの右腕で、キレのあるストレートが武器です。神奈川県横浜生まれで、清成高校では2年秋からエースとなりましたが、甲子園に出場することはできず中央大へ進学します。中大では1年秋からベンチ入り、2年秋には最優秀防御率賞を獲得します。3年秋からは同期の巨人1位指名の西舘雄飛の活躍などもあり、リリーフに回って活躍します。球種はスライダー、スプリット、カーブ、チェンジアップなどを投げますが、なんといってもキレのあるストレートとスライダーが良く、制球面でも安定している投手です。ストレートとスライダーのコンビネーションが決まれば、1年目からも十分通用するのではないかと思います。横浜としては高い制球力がある投手であり、先発として期待しているでしょう。タイプとしては同じチームの平健太郎のような投手であると感じます。6位、井上健人、内野手、徳島インディゴソックス。井上は長打力が持ち味の内野手で、大学時代は副大のギータと呼ばれていました。久留米商業高校出身で、高校時代に甲子園経験はなく、福岡大へ進学します。副大では1年春からレギュラーとして活躍し、2021年春には打点王、秋には優秀選手賞、ベストナインを獲得するなど結果を残します。22年からは徳島インディゴソックスに入団し、1年目からスタメンとして出場し、67試合で13本塁打41打点を記録し、本塁打打点の2冠に輝きます。翌年も同じく2冠に輝き、2年間で134試合、打率2割7分8厘、27本塁打80打点の成績を残します。持ち味は何といっても長打力で、フルスイングが見ていて気持ちいい選手です。長打力のみならず、50メートル6秒1の俊足も兼ね備えています。またドラフト時は内野手として登録されていましたが、独立時代は外野を守ることが多く、サードで起用されるのか外野で起用されるのかも楽しみです。横浜としては現状サードには宮崎、外野も1位指名の渡来や今季活躍の関根、桑原などがいるため、いきなり出場するのは難しいかもしれませんが、持ち味の長打力を生かして代打での起用は十分あるのではないでしょうか。タイプとしては副大のギータと呼ばれていたように、
現ソフトバンクの柳田悠岐のような長距離打者になれる可能性を秘めていると思います。以上、新人選手6人をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。横浜の必要な補充すべき点は、先発投手が抜けそうなので、その穴埋めと山崎康明の後釜作り、オースティンが計算できず、上里和樹、楠本が外野で固定できず、外野の駒を増やすことでしょう。それにかなった良いドラフト指名だったのではないでしょうか。ドラフト指名選手についてご意見や応援メッセージがありましたら、コメント欄に記入してくださいね。この動画が面白いと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。